NSJ ヘッドラインです。今週のマーケットの振り返り、そして来週の展望、有望銘柄のピックアップです。まずは今週のマーケットの振り返りからです。えー、今週の日経平均ですが、一、えー、勝4敗、まあ、大きく負け越しという形です。まあ、調整局面をうかがわせるという週となりました。えー、底堅い展開です移と、 いうのも見て取れるのですが上値も重くレンジ内での値動きこのチャートを見ていただくとお分かりのようにこれが月曜日です火水木金まあ、横横の展開という形になっていますただ先週末がこの位置でしたので大きくこうギャップダウンというところから始まってというところですので上値の重さというのも感じ取れます えー、来週の月曜日から火曜日、えー、18日から19日には日銀の金融政策決定会合、そして火曜日、水曜日は、えー、19日から20日ですね、えー、アメリカの FOMC ・連邦公開市場委員会、まあ、日米の金融イベントを控えた週とあって、まあ、様子見の気分が強くなってくるというのも感じ取れます。 想定以上の春闘の賃上げ率これが報じられておりまして来週の日銀会合を前にマーケットでは政策変更これを織り込む動きとなっています13日のブルームバーグでは日銀が ETF の新規購入の完全停止を検討こういった報道に続き、まあ、14日の午後10時過ぎにはです、ね、時事通信の方からはマイナス金利解除の方向で調整に入ったと。 えー、YCC= イールドカーブコントロールの長短期金利操作撤廃を含めて検討などと報じられています。えー、本日の日経平均ですが99円安となりましたけどもこれは東京エレクトロン一銘柄で日経平均を180円ほど押し下げたということを踏まえれば、えー、アメリカ株 まあここは安かったんですが、米国株安に対しての環境差も指摘されるといったところでしょうか。ちなみにトピックスの方は9ポイント高、プライム市場の値上がり銘柄は977、そして値下がりは632と、値上がり銘柄数が多く、物色対象の広がりというのも感じさせるという形になりました。この日足のチャートで見てみますと ここですね週末はこの上髭を一応伴っております陽線になっているのですがまあ、今週はですね月曜日から連日でこの25日移動平均線の公募となりましたまあ、週末はですねわずかに下回ってこう週末を迎えたという形になっておりますがこの終値で25日移動平均線を割り込んだと いうのののは昨年の12月22日以来のこととなります、えー、先週末と比較しますと日経平均は981円の下落、えー、対してトピックスは56ポイントの下落 NT 倍率は14.49倍と縮小しております騰落レシオは106.78%これは先週からは上昇しております一日当たりの売買代金 先週までは5兆円以上というのが日々続いておりましたけれども、今週は1日あたりですと4兆9000億と、えーまあ、5兆円割れという形になっております。週足のチャートで確認しますと、えー、こういった形ですね。パッと見、形状は良くないですね。えー、先週、ここで大きく陰線を引いて、そして今週はここ、大きくギャップ ダウンとなり長めの下髭を伴う陰線となっておりますこの下を走る13種の移動平均線これが36,634円とまあ未だ下方に位置しているというところです、えー、まあこういう状況を踏まえて今回ですね注目される銘柄を2銘柄ピックアップいたしております まず一銘柄目ご紹介はこちらですね。えー、白報堂 DY ホールディングス。証券コードは2433となります。えー、前身の白報堂の会社設立年、えー、これが1924年となっております。つまり今年で100周年、えー、記念杯の実施が期待される銘柄となります、えー。仮に3月末の割当ての権利付き最終日となりますと、27日までと。 発表があるとすれば、あと7営業日となります。えー、現在は3期連続の年32円配、えーまあ、これは据え置きを掲げていますが、それでも配当利回りは2.42%、えー。こちらも決して悪くない水準です。記念配配当なら、えーまあ、それなりの株価インパクトが生じても不思議はないといったところです。えー、そして来期を見てみますと、本日発売された会社式法、春後、 これをですね3ヶ月前の前後、新春号と比較してみたところ、売上高は1兆500億、これは変わりはありません、営業利益が400億が490億、そして純利益は217億から250億に、1株利益も59円から68円に、それぞれ情報修正されています。モメンタムはは良好とといったことが言えるのではないでなしょうか 対してですね、このチャートを見ていただいてもお分かりのように、株価ですが、2月21日、ここの高値1491円というのがありますが、ここから本日、ここは一時は2月8日以来となる1300円割れと売られております。この水準ですね。 えまあ業績モメンタムというのは改善傾向を鮮明にしておりますので、記念杯発表期待というのも少なからずあります。えー、逆張り対象銘柄として注目されるということで、今回ピックアップいたしております。白鳳堂 DY ホールディングスです。そして、もう一銘柄がこちら、エミメンとなります。証券コードは9237。 シニアホーム等の入居検討者への施設紹介のマッチング事業を展開しております。以前こちらのコーナーでも一応ご紹介をした銘柄です。14日発表の今10月期第1四半期の決算は売上高が前年同期比で倍増、営業利益は人件費、採用費の積み増しを吸収して黒字化と、まあ、こうスタートを切っております。 このチャートを見ていただいてもお分かりのように株価も一時ストップ高まで買われるなど高評価ですコーディネーター人員の拡充と組織的な営業力の強化に伴い着実に収益が拡大している模様です紹介数制約数の推移も順調ということで特に紹介数は1月単月でこれは過去最高を確保していると いうことで第2クォーター以降の収益材料を積み上げる格好になってお、りますなお昨年3月にリリースしたシニアホーム運営事業者向けプラットフォーム、ケアプライムコミュニティサイト、こちらは立ち上げ約半年で登録ホーム数が5590件、こちらを達成しております。利用ホームの増加とマネタイズを進めるといったところでも注目されるところです。みでした はい、えー、注目が集まる東京市場ですが、えー、来週の展望となります。えー、来週は何といっても日銀介護、ここが最大の焦点となってきます。政策変更へ向けて、えー、マーケットは折り込みを進めているというところですが、えー、来週どういった方向に動くかが注目されます。 すで、えー、にですね、えー、冒頭お伝えしたように観測記事が報じられているといったこともありまして、えー、相場的な動揺は限られると見られております。今後の政策運営の方向性に、えー、焦点が、えー、あります。これまでの日銀関係者の最近の発言のようになれば、まあ、当面は緩和政策が続くということになります。さ、え、ら、ー、なる利上げの示唆、こういったことがなされなければ、 国内の金利上昇、そしてドル安、円高、これは一旦収まるのかもしれません。有力視されるのは、マイナス金利の解除、これに YCC の撤廃、それと ETF の買い入れ停止、これも加わって3点セットとなるのかどうか、ここが焦点と見られます。また来週のアメリカの FOMC、 ここではですね政策金利を据え置くと見られております足元での物価鈍化これが止まっているというところや景気全体が底堅いといったところで利下げを急ぐ環境にはないようですもうしばらく様子を見るという選択となりそうです 金融政策の変更が確実されている日銀会合、緩和方向継続ということですが、解除後の不確実性は避けたいところです。34年ぶりの高値水準となっている東京市場、新ニーサも広がり始め、注目が集まる株式市場の腰を折らない政策というのが期待されます。以上、NHJ ヘッドラインでした。